響けサンバ踊れ南のカルナバル。誰も彼も浮かれ騒ぎ、叱る汗がはじけ飛ぶ。熱い風に体預け、心ゆくまで踊れば。波も歌うよ、愛のサンバを胸に溢れるこのリズム。お礼、お礼。 マツケンサンバオレイ、オレイ。マツケンサンバー、あーこいしや、アミゴ、踊どろしのリータ眠りさえ忘れて、眠り、踊り明かそう。サンバー、ウィンバサンバー。マツケンサンバオレイ。 tatake bongo shibiki samba 踊れ南のカルナバル。夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜。焼けた素肌、肩を抱いて愛をささやき踊れば。白い渚りさに恋も輝き風に誘われ歌い出す。お礼お礼 マツケンサンバオレイオレイマツケンサンバアコイセアミゴ踊どろしのりた眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビーバサンバマツケンサンバーオレイオレイ マスマ、今夜もね、マスケル様ね。叩けボンゴ響けサンバ、踊れ南のカルナバル、誰も彼も浮かれ騒ぎ、叱れ叱る汗がはぎけ飛ぶ、暑い風に体預け、心ゆくまで踊れば、波も歌うよ。 愛のサンバを胸に溢れるこのリズムお礼おレバツケンサンバお礼おレバツケンサンバあ恋しいアミゴおどろしのリッタ眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビーバサンバ まつけサンバ「たかけぼんごしびけサンバ」「おどれみんなみのカルナバール」 夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜焼けた素花肩を抱いて愛を囁ささき踊れば白い渚に恋も輝き風に誘われ歌い出すオレイ、オレイ、マツケンサンバオレイ、オレイ、 マツケンサンバあー。恋してよアミゴ、踊ろうし乗りーた。眠りさえ忘れて踊り明かそう。サンバー、ビーバサンバー。マツケンサンバオレー。お礼おワわすわす。たたけぼんご、響けサンバ 踊れ、南のカルナバル誰も彼も浮かれ騒ぎ。叱る汗が剥ぎ消飛ぶ。熱い風に体預け、心ゆくまで踊れば。波も歌うよ、愛のサンバーを。胸に溢れるこのリズム。オレイ、オレイ。 マツケンサンバーオレオレイマツケンサンバーアイコーアミゴ踊るセノリータ眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバービーバサンバーマツケンサンバーオレ 叩けボンゴ響けサンバ踊れ南のカルナバル夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜焼けた素肌肩を抱いて愛をささやき踊れば白い渚に恋も輝き風に 誘われ歌い出すおれい」「マツケンサンバおれいおれい」「マツケンサンバ,サンバあこいせよアミゴ」「おどろせよのりた」「ねむりさえわすれておどりあかそう」「サンバビびサンバ」「マツケンサンバ」 んー、ばー、おーれー、おーれー、ワンスたたけぼんご響けサンバ踊れ南のカルナバル誰も彼も浮かれ騒ぎ叱る汗がはじけ飛ぶ熱い風に体預け心ゆくまで踊れば波も歌うよ 愛のサンバーを胸に溢れるこのリズムおれおれマツケンサンバーおれおれマツケンサンバ,サンバあーあこいせ<イ>アミビゴ踊らせにリりた眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバービーバサンバー スケンサンバオた叩けボンゴー響けサンバ踊れ南のカルナバル夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜焼けた素肌肩を抱いて愛を囁き踊れば白い渚に恋も輝き 「風に誘われ歌い出す」「お礼お礼」 サンバオレオレマツケンサンバアコイセアミゴオドロセノリタネムリサエわすれておどりあかそうサンバビバサンバマツケンサンバオレオレはいどうもね はい、今,今夜はね今、今夜もマツケンさんも歌いました。さて、YouTube でね、とにかくブ配信したいと思います。じゃあ、今日もね、焼きましょうね。 いいね、いいじゃん。松木さんも言うたね、このたね。今日の配信今日早いからね、配信はどうかな。<laughs> 早いとってさ、結構ね、不安フワでるんだよな、ワイファイね。本当に開け方使ってるもよくわかんないワイファイになってからさ、開け方とかさ、朝の夜ごろ本当早いものそうだね。本当に風邪なのに、やっぱ使わないんだろうね、開 <music> け方はね。<music> ちょうど今この期間は身になかってんだろうな、夜の四季吐き。通常仕事で遅いときはさ、ね、11時とかだからいいんだけどね、またね、早い時ね、四季吐きがね,ね、うん、遅くなっちゃうもんね。まあ、それはしょうがないね。あれはね、勉強とかあっからな。つ、う、な、んまあ、がる分だけいいと思わなきゃね、つな遅くてもね。まあ、ライブ配信結構食うから、どうしてもね、他は辛くなっちゃうんだろうな。

土曜日はさ、部屋代の入,入金とかあるからな、やるしなんて思います。遅くなっちゃうの、ね、な長めが帰るの、ね、で。 I don't have to worry worry 守ってあげたいあなたを苦しめるすべてのことからはじめて言葉を交わしたしのその瞳を忘れないでいい加減だった 私のこと包むように輝いてた遠い夏息を殺しトンボを取ったもう一度あんな気持ちで夢をつかまえてね Soy, don't have to worry worry 守ってあげたい あなたを苦しめるすべてのことから Cause I love you, cause I love you この頃沈んで見えるけれどこっちまでブルーになる会えない時にもあなたのことを胸に抱いて 歩いているしぐれまで、道手に座り、レンゲを編んだ、もう一度。あんな気持ちで夢を形にして、So you don't have to worry, worry, 守ってあげたい。 私には何一つできなくてもいい Cause I love you, cause I love youSo you,、so、you don't have to worry worry 守ってあげたいあなたを苦しめるすべてのことから Cause I love you I love you. はい、こんばんは。今夜はね、ゆみちゃんのね、守ってあげたい歌いました。2023年。2月の19日、日曜日の生存確認です。今夜もね、いつもの4りげなく、生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんはね。ヤミさん、こんばんは。かずまさん、こんばんはね。はい、どうもね。山田さんもはい、まあ、ここう回、今夜はね、守ってあげたい。ね。You don't have to worry, worry, 守ってあげたい。 あなたを苦しめるすべてのことからはじめて言葉をかわしたしのそのしとみをわすれないでいいかげんだったわたしのこと包むようにかがやいてた 遠い夏、息を殺し、とんぼを取った。もう一度、あんな気持ちで夢を捕まえてね。Soyuzhun's Hafts を疑問に守ってあげたい。あなたを苦しめるすべてのことから。Cause I love you.Cause I love you. この頃沈んで見えるけれどこっちまでブルーになる会えない時にもあなたのこと胸に抱いて歩いている日暮れまでニ手に座りレンゲを編んだ もう一度あんな気持ちで夢を叩きにして Soy, don't you don have to worry, 俺に守ってあげたい他には何一つできなくてもいい Cause I love you, cause I love youSoy, don't you,、so、you don have to worry, 俺に守ってあげたい あなたを苦しめるすべてのことから、こざいらぶ守ってあげたい。はい、コンギさん、どうもね。大丈夫よ。もう歌もとうか。どうもね、コンギさん、どうも、たつさん、じゃあ、今日の一杯いこうか。今夜の一杯ですね。早速、飲もうか。今夜は守ってあげたいと思いました。うん、今夜の一杯ね今夜 いやね、これのもうかちぎりの本気い本気いいものもこちらは6%ねありがとうねじゃあ今夜でいっぱい今日は暖かかったからねうん天気は日差しは先週ほど出てなかったけどねうん暖かかったね。こね日差しは先週の方がね下山の時ね。先週よかった今週はそんな雲があったけど久しぶりは暖かかったねもうか。 ブラはしないからね、ブラはしないよ。ノーブラはだからな、多分。はい、乾杯。ああ、はしい。ら、この一週間、楽しみね、給料日があってね。給料日言うけどね。 19だからね,、うん、ねあさんどうもそれぞれ良さがあるそれぞれビールは度数弱いからさのど数を売るさちょうどいいよ、ね、何杯も出して、うん、日本酒はそれぞれね日本酒の良さはさ してもいいしさビールはさ、生の量でも、この手のものはさ、発泡酒ビールはさ、生の量は辛いけどさ、ね、それぞれ良さあるよね。でも、度数がさ、日本より低い分さ、どんどん潤すにちょうどいいしね、それぞれ良さある。うん。暑い時なんかいいです、みたいな。 どうさるだろうけどさ、縄文でもいいしさ、冷やして練習でもいいし、暑うでもいいし。でもいつも毎回というこの洗って冷蔵庫に入れてます。うん。ただ、ご、ま、め、あねうんね。休みだからね。<laughs> 休みだから、今日は。昨日も休みだし、今日連休だったから。アウトドアも行かないからね。焚き火とか行くとさ、その焚き火のすそとか汚れてるけど、今日それもし アウトドアも行ってないから先麗ですね。キャンプでさ、あれ、焚き火するキャンプとか、キャンプ場とか行ったらさ、焚き火するんです、す帰ってきたらさ、クッカーとか洗うとさ、どうせそろそろ汚れちゃうけど、それもないんでしょ。そうすね、払い物も,もしない。兄弟で,ですよ、君とどうぞよ。うん は大丈夫、ま、だ空きなないでね、大丈夫ねよ、うん、よかったよかっった、うん、たたこ家しくないんもありがとう、ねうん、あと飲んだとゃでワンスも行こうか今夜はねゆみちゃんのね守ってあげたいワンスも行こうか You don't have to worry worry 守ってあげたいあなたを苦しめる全てのことから初めて言葉を交わした死のその瞳を忘れないでいい加減だった 私のこと包むように輝いてた。遠い夏、息を殺し、とんぼを通った。<laughs> もう一度、あんな気持ちで夢を捕まえてね。そういうドンツハーフツを折り折り、守ってあげたい。 あなたを苦しめるすべてのことから Cause I love you, cause I love you このごろ沈んで見えるけれどこっちまでブルーになる会えない時にもあなたのこと胸に抱いて歩いている 日暮れまで土手に座り、レンゲを編んだ。もう一度、あんな気持ちで夢を叩にして。So you don't have to worry, worry, 守ってあげたい。他には何一つできなくてもいい。Cause I love you. Cause I love you, so you don't have to worry, worry, 守ってあげたい。あなたを苦しめるすべてのことから Cause I love you, 守ってあげたい。はい。まるなさん、こんばんはね。はい、今日は夜のいつものですね。いつもの生存確認。どうも。歳ですよ。あなた,だただね、レッドさんどうも。 あこさんどんじゃもちょうど50歳だ職これしたら二色目これいこうかちょうど今だったは持ってあげたい二色ねいつものねさっきはね汁の二色休みだったんで会うととはもうしないから今日の昼のはやっぱ今いつもの生徒が脱ぎ二色目はこれ松崎さんのこれいこうかね愛のようにね愛の甘い香りにあなたはまどろむ 天使のようなその微笑みに時は立ち止まる窓に朝の光が優しく揺れ動きあなたの髪をためらいがきに染めてゆく美しい人生よ限りない喜びよこの胸のときめきをあなたにこの世に大切なのは 愛し合うことだけとあなたは教えてくれる愛は風のささやきあなたは目覚める子供のような瞳を向けて指を絡めるよそっと肌を寄せれば 水仙の花のような優しい香りが剥ぎ合うように揺れている美しい人生は言葉さえ置き忘れ見きたりた二人を包むようこの世に大切なのは 愛し合うことだけと、あなたは教えてくれる。美しい人生よ。限りない喜びよ。この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる日が来ても、あなたと離れはしない。そうよ。松崎繋がりで、今度行こうか。今度は松崎ながりで。 松崎さんないのより今度は松崎さんがいるでテントウムシのサンバ行こうかテントウムシのサンバね今度テントウムシのサンバ あなたと私が夢の国森の小さな教会で結婚式を挙げました照れてるあなたに虫たちがくっつけせよと生やしたてそっとあなたはくれました赤青黄色の衣装をつけた電灯虫がシャッシャリりて3番に合わせて 踊り出す愛する2人に鳥たちも赤いリボンの花かごと愛の口つけくれました今日は楽しい夢の国茂木のお祭り武道会白いドレスで出かけます幸せきかったお祝いに茂木のかわいい虫たちが 思って集まった赤青黄色の衣装をつけたテントウムシがシャッシャリ出て三杯に合わせて踊り出す丸い丸いお月様、ま、愛の光で微笑んで森の月は吹きました赤青黄色の衣装をつけたテントウムシ シャッシャリでテサンバに合わせて踊り出す丸い丸いお月様愛の光で微笑んで模擬の月は吹けましたはいテントウムシのサンバでしたどうも、うん、じゃあ今度これいこうか送る言葉はね,たね触れなずむ巻きの光と 影の中、りゆくあなたへ。送る言葉。悲しみこらえて微笑むよりも涙枯れるまで泣く方がいい。人は悲しみが多いほど、人には優しくできるのだから。 さよならだけでは寂しすぎるから愛するあなたへ贈る言葉夕暮れの風に途切れたけれど終わりまで来て 送る言葉信じられぬと嘆くよりも人を信じて傷つく方がいい求めないで優しさなんか臆病者の言い訳だから初めて愛したあなたのために 飾りもつけずに贈る言葉これから始まる暮らしの中で誰かがあなたを愛するでしょうだけど私ほどあなたのことを深く愛した奴はいない遠ざかる影が 人ごみに消えた、もう届かない、送る言葉、もう届かない、送る言葉。はい、これはね、送る言葉の中に、今回はね、あれ前田敦子ちゃんのことを思いながら、ね、歌いました。皆さんは誰のことを思ったかな僕は前田敦子ちゃんのことを思いながら。どうもね。 は,ね、はい今度これいこうかあいのかさぶらんかおなじみこれいいね抱きしめるといつも君は洗った髪の香りがした まるで若すぎた季節の香りさ結ばれると信じていたセピア色した映画が好き優しくて悲しい愛があるからスクリーン見つめて濡れたその頬 僕の方に押し当てていたね。風吹く胸が探してる。君のため息ぬくもり。come b カ c k ック m みもう二度とあんなに誰かを愛せない。 大人の恋をしたと聞いた。新しい名前になったと聞いたよ。でも僕の心のスクリーンの中、君がはしゃぐ、君が泣いている。二人合わせた恋んでも、 夢が変えたねあの頃プリンカンパクツに僕たちは一つの季節の主役さ風吹く胸が探してる君のため息抜くもい Welcome back to me, もう二度と。あんなに誰かを愛せない。あんなに誰かを愛せない。はい。う今、たった、大柔のカサブランクもね、あれ。まだすこちゃんのことを思いながらね、歌いました。<laughs> あの子が可愛いからね、まだすこちゃんね。うん、こんばんは、おめでとう、こんばんはね。まだすこちゃん、あの子可愛いね、本当にね。丸顔でね、可愛いね。ちょうどットで可愛いなと思ってね。

今日日曜だからね、それは早めに今日はゃね。まやで、日曜でもさ、まきやでのんびりしてる、し,してるとさ、遅くなっちゃうけどね、今日はね。早めでよかった。お嫁さんば行こうか。お嫁さんば。まだ、前田んのこと思いながら歌おうか。 可愛いからさ、ね、あのほんと可愛いなあの、こね。まだつくちゃ。恋する女は嫌いさ、決してお正義じゃないぜ。ため息紛れの頬についこの手、伸ばしたくなる。あの巻この巻き、がくれて、あの人、この人。 ウェディングベール花の咲くのはこれからなのにつぼみのままで今というのをちょっとちょっと待ってよちょっと慌てないでお嫁さんば女はいつも見せて行かないでお嫁さんば一人のものにならないであーそれが大事だよ 気に、さん、ば、に、に、さん、ば。お嫁お嫁お嫁め、さん、ば。あの時この時燃え上がり。あの人この人と、はねむ、ん。花のいのきは、これかなのに。花びらさえもきらすいうの。ちょっと、ちょっと、待ってよ、ちょっと。慌てないで、お嫁め、さん、ば。 女はいつもミステリー行かないでお嫁サンバ一人のものにならないであそれが大事だよ一二三番二二三番お嫁お嫁お嫁サンバ慌てないでお嫁サンバ 女はいつもミステリー行かないでお嫁さんば一人の物にならないでそれが大事だよ息に三番息に三番お嫁お嫁お嫁さんばあどうもねあ今度あどうもどうもね今夜ゲ今度歌うねあどうもねじゃあ今日はこの辺にしてやめようかじゃあ今夜の飲みにして歌はこの辺にして 先ほどはねコンクリでしたい今度はこれ持ってくるね <laughs> 今日の2本目いこうか2本目はこれだよねあれ昨日も飲んだ札幌のゴールドスターいこうかゴールドスター行くよはい もうこのお粒には持ってくるんで これでカツの卵溶き、カツをね、めんつゆを甘辛いやつで煮て、とんかとに煮て、卵と溶きでカツの卵溶きです。とんか 2品目で大根と鶏肉を煮たやつ2品目で大根と鶏肉大根と鶏肉を煮たやつで木の上にたやつ大根あいいね、うん、甘辛くこれもねこれは麺つゆ系であと鶏肉手番とかうまいうまいこと大根 まあ、うん、大根もうまいよ昨日か煮たからねやらけ、うんうん、大根も大体丸脇に切ったのがね4切れかな4切れだから結構多いねこんぐらいを寄ってみたやつどうだ鶏肉あうん、うん よく吐きもしめずじゃらくうまいよカツ、うんうん、の卵ときめんつゆ系のたれ甘辛らぬぎてうま、ん、い、うんうん、はこちら。 は昨日見たさあれ。昨日多分、ハムカツなんじゃ、あのシリーズのトンカツのやつねあれ。あのやつを握ったやつあれ。あのシリーズね。あれはハムカツだ今日はそのトンカツのやつ。 前や、ね、カツの煮たの前やねカツノはさ甘辛く煮て卵で溶きやつ卵で普通のカツこれとんかつあのイギリ,リーでとんかつもいってんだよスーパーであの日とんかつのやつ でカツの卵と大根大根の煮たの大根と鶏肉を煮たやつどうぞしょう系の色だからしょうがないねこれカツは茶色いしね揚げたからね <laughs> 醤油系の色で全部ね茶色日本語の料し醤油大だってそう,うそだってしょ使ってからだ 茶色も、ね、どうしてもね塩を塩味しない限りはどうしても色はね茶色系になっちゃうねどっちかもさ醤油系の味付けだしこれはカツだからさね色も茶色いわけね。 よかった、昨日から来たからの大根ねやわらかいや。うんうも、うん。大根抜きたいす、うんうまいうまいですよ、どうも、うん 煮物,煮物はいいよね、時間かかるけどさ、あれ煮ね、そばは小なくていいからね、あれね、離れるときは最初に弱火にしていいから、そうはいいね、煮物はさ、うん煮。煮るのに時間かかるけどさ、弱火にしとけば離れててもいいからね、あれね。寂しくないよ、ずっと一人なんで。寂しくないもん、僕。一人最高。一人最高。 何枚もあるよ。3枚、4枚、5枚、いくつもあるから死るんだ、うん。若い子はいいよ、若い子は。60歳のばあさんに比べたらそれはね、比べらんないけどさ。いいよね、若い子ね。 あの回、今回の遊びのアニで舞い上がれ!」のさあの子役時代やって子可愛かったなの,あの子あれくるみちゃん役のさ小学生に、ね、女の子、あの子可愛いなと思ってかわいいさっきいと思あの子可愛いよね、あの子舞い上がれのくるみちゃんのさ小学生時代やった女の子あの子可愛いいなと思ったこすってますよ 飲んでっから今日はね、飲んでますんでね。かわいよな。まあ、まあ、朝ドラはさ、子役部屋になるでかわいいな、あの子ね、みんな毎回ね。今回は現代物だからなおさら可愛かったね。うん。時代が古い子役、名義とか最初の子役はちょっとね、時代がしやがらさ、服装とかでパッとしないけどさ、今回はま、ね、だ現代物だからなおさら可愛かったな。わしほんとかい,いよ みちゃん役はさ子役の子かわいかったあの子ね。うん、あの将来わかんないけどねまだね小学生ぐらいはねずっとタレントになるのか、まあ、子役で終あるのかわかんないけどね。うん、あの子ね最後かわいいよほんと。本当 かわい,いよ若い子はしょうがないよね。そういうペットになるのはしょうがないよ。うん。若い、かわいい若い子がペットになるのは当然だよね。若い子はかわいい。運命ジにもさ、すごいお金あるからさ、若い子結構したいもんね、すごいよな。家族じゃなんかすごいよな、あの人ね。イ命児さんはさ、お金もあるからにさ、あれ、 コ,コミュニケーション力も強いからさ、ねだからだろうな、若い子とね、仲良い子だんだろうな、加藤ちゃんなんかな、あれ。まあ、そうよね、やっぱあの,あの世がある人はさ、ね、一つの対応もうまいからさ、若い子もついてくるんだよな、あれ。あ、ね、れ、面白い。まあ、でも一人はいいけどね、まあそれ。

中なくても普通にミリンとしょうででいいです、ね、いいね感じだな今週は祝日だからね2月であるよね半ば数日かたり どうしよう。まあ、続けて白米はいいか、こう、今日行ったから。行くとすれば、日曜日の方がいいね。今度ね。一週間ぐらい置いて。白米は神戸に行ってもらう。早かったからな。なんか、変わり、あ、西武、この、あれ、あれ、なんだっけ、西武、あれ。 今はないんだってね、あれね、あれデパート手放したからさ。今日どんどん買うんだろうな。また閉店する出てくるんだろうな。今も一番にそうあるからね。あれどうなのか。な買い物しないからな、ね。まあ閉店したと言えばどうなの、ね。本当デパート、まあデパートやってもしょうがないよ。少子高齢化だもん。老人になったら外歩いてさ、買い物なんか圧倒,するの圧倒的に少ないもん。 閉店するのは全然しょうがないよな。少し高齢化だ。近場の街中のスーパーはまだいいよ。デパートな,なんてまだな、ね、そうでしょ。そんな年取ったらそういかないもんね、当然しないしな。そういうの、初心スーパーは普段の生活に重かがないからいってもね。デパートが変、まだからそうよ、セブンアイまで。あれも外資系の会社ってまだってたもんね。氷じゃないからどうなるか。 何どんどんだろうねあ新しく入ったとこだからそうでしょあれ、総合が手放したあそこで、ね。湯戸橋組んでいくから、そうしたらどうだろう、木場総合も入るよどうしたら変わるだろうな、木場も駅前もね。湯戸橋からラ別にやんもんで、ね、行きま駅前ね、あそこで、ね。あそこなんか入ったもん、ね、そうしたらまた変わるんだろうね。まあ、しょうがない、それは少子高齢化だから。 あそこのジョドバシェンのビルもするもんな、ね、あれ、一番の一枚のね。まあ、そういうものがまだ新しいしな。まあ、しょうがないね。なんか面白いよのだそう若い世代は、少ないながらも若い世代はさ、ネットでも買い物しちゃうから、なおさらデパートなんか行かないし、言いたいもん。ほんと、うん、ほんと、特別なもんだけだからそんな必要ないもんね、デパートあってもさ。 千葉県であるのはさ千葉番前番のそごうと船橋の東部と柏の高島屋しかないもんな伊勢 <laughs> さんも閉店しちゃって <laughs> ああだ幼い頃は砂沼にもあったんだな砂沼にも確か高島屋あったりさラポートにはそごうがあったり全部閉店しちゃってね はい、お店だけで見ると本当寂しくなるけど、それはしょうがないね。それだけしょうがない、日本時代寂しくなってるから。しょうがないよ、本当にしょうがない。その代わり今はさ、ね、ネットのいろんな、ね、ネットショッピングを集中していくからね、アマゾン始はじめいろいろね、楽天とかね、 住んでる人は変わらないんだほとんど減っても立ちでせそうでしょ。住んでる人は減っ,て減ってるぐらいだし、ほとんど変わらないんだからさ、ネットショッピングがさ、ある程度優先したらさ、まあ、他のさ、企業はさ、たくさんなしょうがないよね。人は、人の数変わんないんだもん。いるわけないじゃんね、そういうのね。あれでさえんの ないよ隠し子いたとしたらみんなもう成人してるよな。したもう子供じゃないよもう成人してるでしょ、もうそうよね。いうね。貴乃花の子供もそうでしょ、あ同い年、あの同い年だけどね。もう子供成人してるもんね、あれね、3人ともね。うん。あん、まあ小泉さん、どもね、今日はね、大根とね、鶏肉にいたやつ、もうほ,ほとんど半分以下だけど、大根と鶏肉にいたとこね。 とっかつの卵取りですね。鶏は鶏の手番のとこと大根。甘辛く煮て。<laughs>

ハガキ作ーだからねこの名前って有名よ。さくいさんのラジオ聞いてもなくてもねラジオ好きがてると思う、いろんな雑誌でさお酒はゴールドスターねキルフンさんどうもね声の子さんってそうねこういの出るとだってそうラジオっ子なんだよねやっぱりねそのその,その名前とかってってことはね有名だもんね。 パンでもいいけどさ。これはつまみながら飲むのうまいよ、これね。とんかつってあるぐらいだ、それ合うよね。これも衣着たやつだもん。それは衣着るとなんでうまいよな。

な九州の方春一番が吹いたぐらいだからさもう寒さも人並落だろうね,ね九州の方も春一番吹いたぐらいだからまあ、でもまだ23ってあるからな4月、まあの桜咲いてる時でもさ夜が寒いぐらいだからまだ寒さがあるけどねまあいっときは多少はね非常にあてんことなんだろうな 早いもんだやつも言ってくるさ、飲めないのはさ、予算の問題だよ、予算。様子系は高いからだ、まあ、ほとんど飲まない、様子系は。まあいう意識はやっぱ高いもん、ね、あれ飲めないのはね、アルコールで飲めないのは予算の関係。<laughs> うったかもサントリーロードとかさ、あの嘘を買えないよな、あれ。取ってな、もう別れたんで、もう関係ないよ。もうん。取りたくないです、もう、ああいうの。精神病んでる人は嫌だよ、精神病んでるの。大っきなはって。精神系の人は大っきな、精神精神系の病の人は大っきな、僕自体、精神系はまっとなんでね。 いやらさ、パニック障害やら言ってるのはだ、ああいうの嫌だ僕、結局。ああいうの、うさんくさくてさ。あの手の病、僕、ちょっと好きになれないね。精神、うつ病のタグ、あるよね、パニック症とかさ。ああいうの、ああいうの、ね、ああいうの、だあら、あの、ああいうああいうの、ああいうの、受け入れられない。人間として、うそういう人間性です。 民力なんか眠れないようだ、ああいう人形やだね。人間性がダメな人だとここだけの話、僕はそう,思う、ここだけの話。人間性にもなると思うよ、あなたの,手の邪魔になる人って。ここだけの話だけどね。ここだけの話。<laughs> じゃあもう一歩持ってこうか。 <laughs> ゆっくりありがとうございそうだからなね,んね。 今日だからね、あれやる、ね。高見沢さんです。やるね、ラジオね。はい、乾杯。ああ。どうもね、ば、ばあさん、どうもね。今日はね、とんかつをね、煮て、卵で溶いて、溶けたやつ。 今日は休みだから早いね。普通のとんかつ。昨日食べたさ、あれ、ハムカツあんじゃん、ハムカツ。あのシリーズでとんかつのやつがあんでね。あれはね、今日は切って卵添いた。サンデさん、どうもね。は野球で休みでから、アウトドアにも行ってないから。やめて。 おかもしね。ないだは休みがあるからね、ほんとね。数少ない。休み。あなんだっけ、ハッピーマンデーって法律ができたわけでさ、亡くなったんだよね。あれ、飛び石の休みがさ、でもね数少ない。今日仲間に閉縮日があるんだよね。数少ないやつね。ハッピーマンデーなんて法律できちゃったから、亡くなっちゃったけどね。みんな練中にしちゃってよかった。数少ない飛び石があるからさ。 うのって絶対連中引きしない方がらいいと思うんだ会社的にはさ休み続くとさ連中になるとさ生休み明け取らいでしょ雪に来てがちょうどいいんだよねのんびりでてさ無理やり本気で作ってさ、ね、何も分かんない人がさ祝日移動しちゃってさ今日は墓参りしてきて 野球と町あの服ですよ、ねえ。墓参りもう芝居市にあるんだけどな、いつものは。定期的に墓参りは行ってますよ、もう僕一人しかいないから。ご先祖様に手を合わせてきた。松崎県の代表として、もう一人だけど。 私も僕一人なんだけど、でしょ途絶えちゃうけど、それはしょうがない。それはしょうがないね。<music>

いるのは本当に幸せな今はさ、ドラマの影響でさ、同性婚とか話題になってくるよね。まあ、そうそう、そういうのもや嫌な人もいる,からいるからね。同性とか異性関係なしに一人でいるのに幸せっていう人もいるんだよ。確実に、まあ、少ないと思うよ。普通にさ、異性同士、好きって結婚する方が当然に多いと思うけどね。うん、少なら、少ないながらも同性,同性婚もいれば、 僕みたら一人でいるの幸せっていう人もいるから。松崎っつって言と一人だからね。当然大将になっちゃう。誰もいないから。一人でいること幸せを知ってしまったからさ。こうしないよ、僕は。一人で幸せ。 いいよ、僕は一人が仕事で幸せよ、うん、これいいじゃないかね結婚する、結婚生きてるだけで幸せ まだ本当に生きてるだけで幸せってさ。確かに、明石さんまあ、さんよく言ってるよね。こういたようなことね。このその通りだよ、本当。上も見ない、下も見ない、誰も見ない、そして一人。僕の言葉そうよ。上も見ない、下も見ない、誰も見ない、そして一人。で、一人でもこうやって50年でも生きていからね。そうだよ。結婚してもさ、早く死ぬ,死ぬ、死ぬよね。例えばさ、松永健さん、あの人さ、 女優さんと別れた後さ、再婚したけどさ、その奥さん死ん,死んじゃったもんね、うん。そういう人いるでしょ結婚しても死んじゃう人ね。うん、かんかいろいろ考える。そう,いう,そう,いう、松田原健さん。あれ子供んだ後さ、なんか理由がかかんないけど死んじゃったよね、あの人ね。松田原健さんの奥さんあれ。女優さんと別れた後さ。すごいですから、竹内さんありがとうね。まあ、あ格言は大抵すごいんだよね。大抵格言は。 だから格言になるんだよねあ。生き方に正しいもんないから、そんなもんに。正しい生き方ない限り、巻、まあ、き方って生き方もないよ。そうって生き方はさ、これがペケだ、これが丸だって、その考えはどうかと思うぞ。生き方にそういうもんもないから。生きてる限りに人間は正しいっそれ,それはいいけど、みんな。生き方に正しい丸もバツもないね。まあ、生きてるだけなんだからさ。 こういう生き方もある。こういう生き方もある。それでいいんです。こういうとはこういう生き方。これとはこういう生き方。それでいいんですよね。ねそれが正しいかどうかなんかさ。それじゃ個人的な感情だに、感情に過ぎないからさ大大。大々的に言うこともない。生き方ってそういうもんだからね。そういうことは、そ,そ,うそれをさ、そういう個人的すぎるものをさ、お公にするとさ、ちょっと人間性弱い人はさ、 もうここだけなんだしほんと個人的な感情生き方が正しいとかどうかって本当そんな個人的なんだそんな生き方がどうのこうのってさそんなことをさ公にしちゃうからさちょっと人間性が弱い人はさ鬱になったりするんだと僕は思うだからそ,それが正しいんじゃないのこういう考えもあるよってことそれもあるんだいろいろあっていいんだよこれ それだからそ,うそれはそれは一般化しちゃうとさ、人間性が弱い人はさ、鬱とかなっちゃうと思うんだよ、あれ。そうね、うん。つ病はパニック障害の原因ってそこだと思うよ、僕は。うん。言いたいだけじゃないけどさ。だから言わないけど。だかなけど <laughs> それでいろいろあっていうのは、それはあるの。ね。これは僕だけの、僕だけのものね、それはね。 世間であるよね。YouTube の動画でもさ、そういう人間性に突っ込んでよう、ね、な動画。確かに見てて興味深いけどさ、あれにあ深くはまっちゃうとさ、弱くなっちゃう人間性が弱い、僕は。まあ、まあ、読書力は、まあ、そういう動画ごとにさ、ダメに足りちゃうのもさ、読書力の欠力も多少あると思うんだけどね。まあ、それはしょ ある程度はもう、ね、読書してる人はさ、ね、本読んでる人は自分で考えるからね。読書力がなくていろいろ YouTube とかの動画の世界にハマっちゃうとさ、精神がやられちゃうと僕思うよ。いろんなコメントあるからね。うんうん、本読むこと、いろんな本で何でもいいんだ本なんてね。僕は勧めないからね。本当、ほおすすめの本って勧めてる人いるけど、あれって僕、おすすめじゃないと思うんで。 おすすめの本だよっていっていろんなメディアにあるけどあれってはたから見たら押し付けだからおすすめの本だってあんなもんね僕に言わせればいろんなとこあるよねいろんな雑誌やメディアでさおすすめの本とか出てんのって通信とかってあんなもんはお,おすすめじゃなくて押し付けだと思うねはたから見たら俯瞰してみたらおすすめの本なんかさ僕に言わせたら読みたい本がおすすめなんで僕は 本屋に行って読みたい本を買ってください。それがおすすめです。そうそれ、本なん何読んだっていいんだと僕は思うんだあれ。ね。そう自分が読みたい本を読むそれがおすすめなんだよ。すずめる本は僕はない。本屋に行って読みたい本を読んでください。買ってください。それでいいんです。買わないと図書館に行って読みたい本を読んでください。それでいいんだ。読みたい本がおすすめ。ね、本なんていっぱいあるんだから何読んだっていいんだろうならね。読んでいろいろ考えるでしょ。それが大事なわけ。ね。うん おすすめですす一番さ本当の基本的なおすすめは読みたい本だからいろいろ出てるおすすめの本はねして俯瞰してみたらお押し付けだからねそれも忘れない方がいいよいわゆるいろんなメディアがやっているおすすめとか推薦本って俯瞰してみたら押し付けだからねあんなの押し付け本なんか何読んだっていいんだからあんなの。 読むことによっていろいろ考える。これが大事なのよね。だから読む、読む方関係ないんだよね。エ、ね、ロ、うん、本を読んでもさ、それ、その人がその本を読めなかったら、それがおすすめなんだからね。何が、何だとお,お,おすすめなんだ。読むって声ってだけ超大事なのよ、本当に。 それが分かんないとまた言っちゃうけどね。うつ病気になるんだと思うぞ <laughs>、ね。探すというか、探すと考えないわけ。普通に生きてればさ、ね。読みたいものは私でに出てくるからさ、それでいいの。あれ読みたいなと思って何とか手に入れてそれ,それ読むの、うん。自然とね、大体普通の人間なら分かるよね、それで。生きてればさ、あれ読みたいと思うでしょあの本読みたいなと思ってそれがおすすめなんです。 それでいいですね。うん、例えば、普通に学校行ってればさ教科書、今後の教科書にいろんな作家さんの本が載ってるんで、それかきっかけでさ、この,この作家さんの本を読みたいなと思って買うのそれもおすすめ。うん、どうですね。ならないよ、僕はね。普通はならないよ。なるほうがマイナーなーでしょうあれね。なってる方がさ。 精神障害になるのがマイナーでしょ。強く,な,強くはないんだよ。この考えはおかしいよ、あれ。ならないの普通だからね、あれ。精神障害になるのがちょっとまずいんだと僕は、ここだから、マイナーだからさ、うん。そう考え。3本目なんだね。 自分で探す探す,ってそれも、ね、探すって考えだとやっぱ本って楽しめないと思うよ。本屋に行って店頭見てさ、読みたい本があったら手にし買う。それでいい、それでそ,そ,その,そ,のそれがいいの読書って。うん、精神の読みた、うんね、なそう、読みたい人も読むだろうけどね。うんうん なきみないと思ってれば、それでもいいからね、はい、パーサー、ありとうね。うん。読みたいけど、その、その、その啓蒙文庫を読むよ。うん。本はなん、何読んでもいい読める本だったらさ。こんな気軽さ。まあ、文系ばっかだけどね、文系もばっか。いや、文系もやっぱ、全部テレビ見ながらもいないね、テレビとか見る人はさ。

来るときさ、なんだん、京成電車さ、二風船橋の手前でさ、自動車が立ち往生したみたいで、ね、ちょっと待ってるとよかった、すぐ動いて。じゃあ、4本目、最後、黒い、最後しよう、ラスト。4本目。5%だろうがね。やっぱ今日、白着飲んであれ、ハイボールと比べてやっぱ飲みやすいね、やっぱね。こ,うこ,うこの系統はさ、5%はね。 5ですねあれ七パーセントだもんなちゃうのだもねえパーセントはうあそうか だねこれ弱いからこれねこれ弱いね、でこのこれ5%だもんねあれさちゃんこれ本気で6%だし餃子と比べたらね弱いよ、ね、ワインだと10%以上あるもんなあれなあれもそんなないかあれもワインは10%そんぐらいあるもんな 高いからね、こういうたんたんはちょうどいい。いろいろ動画見てるとさあれ君がさぬくことを悪く言う人いるよねある人ね。 それいいあれでいいじゃん。現実問題増税とか、将来的な15%を言ってくるけど。あれはいい、しょうがいいという消費税15%は。わかんないと言れるよ、さ。でもそれはしょうがないよ。うん、消費税が30%もいいと思うよ、僕。まあでも30%になったらなんか変わると思うんで。また買っときて僕はここだけの話今の消費税の税率で買っときて。理想は僕は35%ぐらいだと思うんで。 僕の消費税の税金で理想35。35ぐらいになったらさ、それだけいろいろいろな変わると思うぞ。うん、そう、そんな感じで。最初言ったらね、暑い時にさ、飲むのにさ、喉を潤すとちょうどいいんだこんぐらいはね、こんぐらいの度数は。う,ん、そうた居酒屋だったら、大瓶はさ、3本ぐらい飲めちゃうもん、僕。大瓶3本でしょ。 いくらで3分とか1.8でしょ3秒54だから OB3 本よりは少ないもん大丈夫だそうよ俺膝がほとんどいかないけどね行った時だとだって OB3 本ぐらい飲んじゃうもんな分かんないねあコー工事飲まないんだそうかうん 大瓶3本ぐらい、4本ぐらい多分わかんない前。3本ぐらい飲んだことあるけど、大瓶3本ぐらい飲めるね、大瓶3本、まあ。3本だって600のいってそう。2リッ弱か。それより少ないもんね、これ354だったらね。大瓶だと2本ちょっとか。日本換算で言うとそうだよね、600。 でしょあれやろな話,話は難しい今いろいろやってるからさ本当にいろいろやってヒカライブこらヒカライブとかスティックポンの頃の配信って前のあたりからか今みんなやってるからさ難しいよねそれね シカライブの頃は良かったね、今も。まだシカライブの初期の頃はさ、ね、初,初,初期の頃はまだ、芋の間体はまだ出張りはだからね、あの頃はな。あの頃はやりやすかった、今みんなやってるからさ、今 YouTube ライブもありました、ね。やってんで、ね。ちょっとね、難しいね、いろいろ。今のことね、シカライブの初,初期の頃が懐かしいな。まあでも、まあね、でもあの頃は僕で,できたと良かったよね、シカライブの初期の頃でできたから。 まだまだライブ配信はマイナーだったからさ、いろいろできたけどね、今は面倒なのや,、ね、やってるとね。スーャスは、ならねえよ、そんなよ体一個なのに。うん、の YouTube だ、前にも言ったと思うんで、いろいろライブ配信だと手で回んないけど、どっか一個1個してもらないと。 毎日やりたいからさ、YouTube ライブいつもってやってる。なんかしらね。Facebook ライブもあるからね、あれ。t w i t t e r のライブはなくなっちゃったけどね、あれね。Facebook のライブはまだあるからな。Facebook。あれもあるしな。t w i t t e r はさ、あれなんか、お金持ちがさ、ナーになってからちょっと買っちゃったね、あれね。Twitter ね。

とこねあれね。あって想のが出ちゃう南千住のそこ。南千住のとこね。まあ家も一応ね、誰でもやってっからな、それめんどくさいそれね。まあ家の目はせこんでいいよ、近くの、僕はスーパーでお買い物して、食べ物ちょうどいい。 今日は町田のね、コモディーダーに見てきたコモディーダー。普段行かないからさ、あそこ。コモディーダーはさ、駅前じゃないからさ。今日休みだったね。アウトドアも行かなかったんで、コモディーダーの方行ってきた。あそこはね、閉店も早いんだよな、ね、町田のコモディーダー。夜9時だからさ、普段はまず行かない。 スシローもあれでも、ここだからいい、スシローのあれさ、リサクリ人って前みんな分かってる人もいると思うじゃん、あれ。スシローなんじゃあれ、ベロベロの動画とか言ってあれ、リサクリ人っぽいよね。そう思わない、スシロー。結果としては、あのあれ、あれがあってか、スシローってさ、お客さん増えてるみたいだたしさ、あれで見たら可能性あるだし、あれ、あ,あ,の,あの動画リラクジン。スシローってさ、その前にさ、 値上げしたじゃん。値上げしてからさ、お茶食減ってんだよね、あれ。その対策としてさ、上の方じゃさ、内部で考えたと思うんだ、あの。ねめでよ、世論とかめで、世論操作とか考えてさ、同情一時はさ、株価下がったけどさ、そのが増えてるでしょ、あれ、お茶さん。多分あれ、僕、僕、ここだけの話だけどさ、わかってる人はそう、思うってる人いっぱいいると思うよ、あれ、スシロのあれ。今なだけで。僕、自作自演のこと可能性高いと思うよ、あれ。 あの動画、スシローの。結果としてさ、同情的なこともあってさ、お客さん生えてるみたいなさ、このあると思う。うん、一等級の株価が下落はさ、それ株族の上でやったと思うんだ。スシロー本体でさ、ね、世論をそうさせたことでさ、それで、値上げしたこともさ、絶対あると思う、僕。ここだか ってそうあれちょっと前、去年だっけ値上げしてからさ、客減ったってよくやってんじ、ね、ん、いろんな系、経だけのもっとことやさ。それ、ね、うん。行くけどさ、それそう年中行かないけどね、行きますよ、僕は。年に数回は行くよ。数 <laughs> 回だけど。数回って本当数回、1回か二回だけどさ。うん。僕はもう、あれ、いわゆるしチロー、とさ、 ベロベロ動画とか言ってるんだ、あれ。言って可能性あるわ、あれ。やっぱ場所一も本当そうか分かんないあれ。うやってると本当にそうか、あれ。結果として、ね。可能性あると思うあれ。だからすごいから出てると思うあれ。本当にやりとけば分かんない。元々可能性あるとあれ。上の方でやって、うまくやってると。うん <laughs>。ちゃんと上の方でやってると思うんで。体絶対僕はそう思ってるあれ。しろ 値上げ、値上げ後はさ、客減ってるってよくやってんじゃん、みたなでさ。あれ対策として、こういうことやったと思うと思うんだ僕。ここだけの話だけど。でだから、表に絶対出ないと思うよ、こういうの。出ちゃったらまずいですし、なおさら。ね値上げをさ、値上げをか回復するための、世論、世論を入りくったことが表に出ちゃったらさ、まずいけど、出て出ないと思うけど。 これ絶対あると思う、これ。スシローが、スシローの本体絡んでると思うよ、あの動画、ベロベロ動画って。値上げをさ、客減ってるってことやってるし、やってるでしょ、あれね。あれを何んの回復するためにこういうことやったと思うか思うんだ、あれ。実際問題はさ、あれかね、スシローの値上げあんま言わないもんな、あれ。値上げしたってこと、あんま。こういうこと出せばさ、目につかないじゃん、値上げしたってこと。 一時借金だったのもんね、安い時はしろって。今150円でもあ,るのあれ。かなり値上げだよな、あれね <laughs>。その値上げをさ、気にさせなためにああいう動画でごまかしてる可能性あるぞ、あれね <laughs>。す あれベルブル動画やってか、かあれ関連してる人たちさ、結局、あのスシローは本当の上の方じゃさ、分かってると思うんだよねこの。この人はそういう動画やってもらおうとう、全部絡んでやると、可能性はないとも言えないよそれ。全部絡む。スシローグルミでやってる行為だと僕は思う。思ったよ出ない、出たら大変だよ、こと。出ちゃったらなおさら。 イメージ悪くなっちゃうもんな。後ろ値上げを何度す ?150 円だもんな、あれ。値上げででかいよな、百百110円とかだったのが一気に百150円でしょ、あれ。でかい値上げだよね。そりゃお客さんが入ってくるの減って当たり前だよね、あの値上げだもん。そのなんとかカバーしようと今回の動画騒動があったと僕は思う。 出ないと思うけどね思ってる人多いと思う言わないだけで思ってる人多いと思うそれみんなね大仏絡んでるでしょって上げ粉の着着減ったのをさカバーしようとねいろいろやってんじゃねえかって思っている人も あんまななど,どっか家庭寿司で来た人が何かやってないそう家庭寿司で移動してる人なんね,いいなねえ優秀歌う歌うな来なくていいからねこれから歌うよ、ね、え歌う歌うな来なくていいよいつも言ってるようにね カッパってなんかどっかの塔でどっかから来て、それで寿なんかあったのそれね。かっぱ寿しか。かっぱさんね。巻き合はないんだよな、ね、かっぱ。巻き屋にあるのは最近あそこ。パーキング屋のときに城が入ったんでね。巻き合はあそこだか今あるの回転寿司であるのはね。 まあ大根と鶏肉の今日はいいでした。うん、そうです、うん、はい美味しくなりました。うまかった。 今夜この辺で終わるね。ありがとう。おやすみなさい。また明日。今日は早かった。1時間やったらまだ。8時半回ったとこが。ね、今日は早かったらね。また明日ね、おやすみね。ありがとうね。白俊主さんどうも。お二人いらないと来なくていいぞ。またはさんどうも。パンさんどうもね。コギさんどうもね。いてもなかったら大丈夫よ。ごごさんありがとう。またね。 さんどうもね、皆さん、ののさんもね、小泉さんもまたね、じゃあ今夜最後の歌いこうか。今夜の締めいこうか。今夜、岡田ななちゃん、岡田ななちゃんの青春の坂道見ようかな。やってくださいね、またね。今夜、ななちゃんの青春の坂道。寂しくなると尋ねる。 坂道の古本や立ち飲みをする君に会える気がして心がシュンとしたしは昔なら君がいてほどけては冗談で笑わせてくれた」。 青春は長い坂を登るようです。誰でも息を切らし一人立ち止まる。そんな時君の手の優しさに包まれて気持ちよく泣けたなら幸せでしょうね。 言葉に出せない愛も心には通ってた同じ道も一度歩きませんかペンキの剥げたベンキに手のひらを当ててると君のいたぬくもりを今も 感じます。青春は長い坂を登るようです。誰かの強い腕にひがみつきたいの。君といた年月が矢のように過ぎ去って残された悲しみがしゃがんできます。 青春は長い坂を登るようです。誰にもたどり着ける先はわからない。そんな時、ほら、君が慰めにかけてくる。幸せの足音が背中に聞こえる。はい 最後はね、岡田の奈々ちゃんの青春の高道でした。ではまた今夜5年でおやすみなさい。何回歌っても歌は上達しないような、まあしょうがないね。下手く、下手で歌えながら歌ってます。歌のやなさん来なくていいよ。じゃメイさんどうもね、おやすみね。モノさんどうもね。おやすみまた明日おやすみなさいね。多分明日は当然こんな早くはないからね。はい、仕事から帰りたい。ではまた。 シュシュさんよかった来なくていいぞ、歌い上げの人。ね、歌がやるの来なくていいんだからね、おやすみなさい。皆さんどうもありがとうね。うん、今日は早くて、小路さんはそと来られないからね、今日はできてよかったおやすみなさいね。 今日早いじゃあ終わったんでじゃあオーラスはマスケンサンバでみようか。マスケボンゴ踊れサンバ踊れ南のカルナバル誰も彼も浮かれ騒ぎ熱る汗がは弾け飛ぶ熱い風に体預け。 心ゆくまで踊れば、波も歌うよ、愛のサンバを胸に溢れるこのリズム。お礼、お礼、マツケンサンバ。お礼、お礼、マツケンサンバ。あ、声せよ、アミゴ、踊ろせのリッタ。眠りさえ忘れて、 踊り明かそうサンバビーバサンバーまつげんサンバーオーイたけぼんご踊れサンバ踊れ南のカルナバー夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜焼けた素肌 肩を抱いて愛をささやき踊れば白いなぎさに恋もはき風に誘われ歌い出すお礼おレマツケンサンバお礼おレマツケンサンバあっこういうせいミーゴ 踊セロリーった眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビバサンバマツケンサンバオレイオレイ今夜はこの辺でおやすみなさいまた明たね、うん